さあそれじゃあ行きましょう。これも2度目しっかり見て、ね、どういうことなのかもう改めてもう一回見ましょう、はい。まずはプーです、どうぞ、はい、ですね、そんなのありなんだっていうか、えっ、色合い的にはだってほぼもう出来上がってますからね。はい、ほらそこからなんですよ。ここからちょっと動くとね、ちょっと奇妙になってくるんですよ。おかしいんだよ。顔つきもちょっとなんかほら、なんだあれ。あ、やっぱり蜂蜜？なんかやってますね。手長のプーでしたこれ。手長プーさん。ね。だったまま蜂蜜舐めれる。あんな声なのかな、まずなんだちょっと声も違う感じするけどな。僕地面に蜂蜜立ったまま舐めれる。いや立ってるんですか、あれ一応立ってる。手足長プーですよ。足も細くて長いですね。じゃあ手足長プーですよ。そうなんだ。どうほとんどないプーですってそれ言い出したら、なんか嫌な顔してるな、表情も。これまでもう顔から手足が出てる、ニコちゃん大魔王のシステムみたいな、あんな感じになってましたね。プーさんでそう言い出したらもう生意気な顔してましたよ、なんか表情見るとね。なんだよもう、立ったまま何ですか、立ったまま蜂蜜舐めれるっていう自慢は。すげえ自慢してました。確かにそうか、立った状態で手が地面につくっていうことか、はい、そういうことですね。だからそれを自慢してましたけども、なんでしょうね。そんなにね、こっちはそこすげえと思ってないんですけどね。そうなんですよ。気味悪って思っちゃってますからね。そっちなんですよ、もうむしろね。さあ、ということでプーに対しますビフィです。どうぞ。勉強になりました。そう、今度改めて。最初からもうビフィの形を知ってるから、はいはい、知ってる状態で見ます、ね、あれだってわ、ね、あれが見れるんだからの動きなんですよね。こうね、はい、動いて出来上がる形がね綺麗なんですよ、ね、あんなスピード感がやっぱね、うん、いいですね。いや後ろの壁の白さとなんかよく分かんなくなってしまう白飛び同化はしてます、ね、あすごい、なんか呼吸してますよ。なんか怖いな、すごい凛々しいな、体にいいぞっていう自信に満ち溢れた顔をね。なんか言うわけではないんだけどな。いやいや、素晴らしい。なんかやっぱ頼りになる感じしますね。ね。ヨーグルトでも帰って食べようかなって気になりますけど。そうですね。まあ本当に今売れてますもんね。すごいですね、改めて、ね、いいってビフィズスキンね、やっぱりね、いわゆる乳製品が今すごいね、やっぱ人気なんでね。そうですよね。あ、そうそう、それでは良かったと思う方、どちらかに投票お願いします、どうぞ。さあ、じゃあちょっと見てみましょうかね、はい、プー対ビフィどうなったのか参りましょう、はい、5、4、3、2、1、どっち。あ、プー、あー、やっぱ次の試合が見たいっていうことかもしれないですね。ちょっとやっぱりね、動きがね、